一命をかけた戦国ミッション激アツの男たち、鳥居スネーモン&鳥居元忠。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり機構は激アツの男たち鳥居スネーモン&鳥居元忠について紹介していこうと思います。戦国時代といえば血生臭い戦闘が繰り広げられましたが、その中にも強く熱く凛々しく生きた人々の姿がありました。今回は忠義と勇気に生きた鳥居スネーモンと鳥居元忠の物語をご紹介します。鳥居スネーモンと鳥居元忠、どちらも鳥居姓ですが、何の関わりもありませんし、仕えた主君も立場も違います。しかし二人とも困難なミッションに挑み、命がけで成し遂げた勇者です。鳥居スネーモン、城を脱出せよ。日本で一番有名な足軽と言われる鳥居スネーモン、彼はたった一度の渾身の働きで歴史に名をとどめた足軽です。1575年、甲斐の武田勝頼は1万5000以上の軍勢を率いて三河に侵攻し、徳川方の長篠城に攻め寄せ包囲しました。長篠城主の奥平信政が武田方から徳川方に鞍替えしたため、これを征伐しようとしていたのです。守る信政の兵はわずか500、30倍の敵を相手によく守りましたが、食料が底をつきかけます。兵たちの士気も下がり、このままでは落城は時間の問題になりました。そこで信政はこの窮状を織田信長と徳川家康に伝えようとしますが、問題は誰をその使者に立てるかということでした。城は戸へ旗へに囲まれており、ここから抜け出すのは簡単ではありません。もちろん敵に見つかれば命はないでしょう。城から出るためには堀を通る必要があるため、まずは睡蓮が得意な家来に頼みましたが、城を出た後に落城となれば松代の恥になる、城を出ることは難しいと口々に断られます。その時水泳が得意で地元にも精通している鳥居スネーモンという足軽がいることを知り、呼び寄せてこの役を命じます。しかしスネーモンも無理に決まってるし、見つかれば即処刑のお役目なんてごめんだ、もっと上のやつに頼めよと考え、すぐにうなずきません。信政が静かに口を開きました。皆を討ち死にさせるくらいなら自分が腹を切って降伏したいと思う。スネーモンはハッとします。殿様が命を懸けているのに自分が躊躇してどうする、そこまでおっしゃるならと、この命がけのミッションを引き受けました。城を抜け出せたら岩坊山でのろしをあげること、3日後この山で家康の救援が来るなら3度、来ないなら2度ののろしをあげることを取り決めました。信政は徳川殿にはただ食料がないことだけを伝えればよいと言ってスネーモンを送り出しました。スネーモンは深夜闇に紛れて城の下水流しから堀に出ました。川の中には鉄の柵と鳴子、当たれば音が出るの網が張り巡らされていました。スネーモンはよく見えない水中で鉄の柵をすり抜け、鳴子の網を切りながら用心深く川を数キロ下ります。途中カラカラカラと鳴子が鳴り響き、ハッとする場面も。なんとかやり過ごしたスネーモンは岸に這い上がり、明け方岩坊山にたどり着くとのろしをあげました。そして賭けにかけて昼過ぎには岡崎城にたどり着きます。自転車はありませんが、まさに命がけのトライアスロンです。岡崎城にはすでに家康からの要請を受けた信長も到着していました。信長家康ともにスネーモンをたたえ、今から救援に向かうというではありませんか、ヤッホー、喜んだスネーモンはこの吉報を一刻も早くみんなに伝えたいと勇み立ちます。
徳川家の家臣らが危ないから戻るなと止めるのを振り切って強右衛門は城を出ました。伝えられた真実とは、翌朝長篠に着きますが、岩坊山付近は警戒が厳しくて近寄れません。武田方ものろしに異変を感じていたのです。何としてもこの吉報を伝えたい。強右衛門は竹塚を抱えて城の周囲に運んでいる武田兵の中に紛れ込み、城に入り込むチャンスを伺います。ところが見るからにうろうろして怪しい動きだったのでしょう。強右衛門はすぐに敵だとバレ、捕らえられて大将の勝頼のもとに引き出されました。強右衛門は全てを話さざるを得ませんでした。援軍が来ることを殿様や仲間に伝えることができないのか、強右衛門は深い絶望にとらわれます。すると勝頼が意外なことを言い出しました。そなたを家臣にしよう。その代わりにあることをしてもらいたい。あることとは、城に向かって信長の援軍は来ないので早く降伏するよう伝えること。援軍が来る前に降伏させてしまおうという腹積もりのようです。仲間を裏切ることなどできない。でも断れば殺される。究極の二者択一です。強右衛門は恐怖に打ち震えながらうなずくしかありませんでした。強右衛門は張り付け柱にかけられていたとも、単に両脇を抱えられていたとも言われていますが、川を隔てた長篠城の対岸に立たされました。さあ言えと命じられます。強右衛門は大声を張り上げて、ただいま帰り着いた、お返事申し上げると叫ぶと、城の中からぞろぞろ人が出てきました。城の人々や勝頼をはじめとした武田方が見守る中、強右衛門は大きく息を吸い込みます。カッと目を見開くと一気に、信長公の援軍は岡崎に入られた、2、3日のうちにご到着だ、それまでの辛抱でと声の限り絶叫しました。長篠城から歓声が上がると同時に、強右衛門の体は怒りの形相の武田兵たちに槍で刺し貫かれてしまいました。城内の兵士たちは強右衛門が自らの命と引き換えに伝えたこの報告に勇み立ち、2日後に援軍が来るまで持ちこたえます。そして設楽原に移動して行われた長篠の戦いは、徳川織田連合軍の圧勝に終わりました。足軽の命がけの行動が長篠城の人々を救い、ひいては徳川織田連合軍に勝利をもたらしたのでした。鳥居元忠、一心同体の主従。京都東山の陽源院には地天城と呼ばれる伏見城の遺構があります。これは落城寸前の伏見城の激戦で血に染まった板の間を供養のために移築したもの。あちこちに染みついた血の痕跡が生々しい惨劇を今に伝えてくれます。この伏見城の森政として命を捨てる覚悟で最後の戦いに臨んだのが、徳川家康の重臣鳥居元忠。この決死の戦いに臨んだその裏には、君臣の固い絆がありました。鳥居元忠は家康がまだ竹千代と呼ばれて今川家の人質時代だった頃に禁止しました。鳥居家は祖父以来松平家、後の徳川家に仕えた重臣。元忠の父忠義は苦しい生活の中でも竹千代君のために密かに武器を蓄えておくなど、生涯忠義一筋の武士でした。出立する息子に、今の松平家は今川の戦では前線に立たされ、年貢は搾取され、苦しい生活を強いられている。しかし皆竹千代君のためにと歯を食いしばっている。竹千代君が唯一の希望なのだ。それを忘れるな。お前は己を捨ててお仕えせよと命じます。元忠の生涯はまさにその父の教え通りのものでした。苦しい人質時代を共に過ごした家康と元忠は
一心同体の強い絆で結ばれた主従になります。桶狭間の戦い以降、家康が独立すると元忠も家康に従って数々の武功を挙げ、家康の出世を支えていきます。元忠は鉄砲で撃たれ、足は不自由になってしまいましたが、それでも高天神の戦いでは多くの敵の首級を挙げるなど、勇猛な武将としても知られました。しかし元忠が他の戦国武将と違うのは、己の出世のためではなく、ただひとえに家康のために働いていたことにつきます。ある時、家康から今までの武功に対し感情を与えられました。すると元忠は不服そうな顔をしました。家康もムッとして、何が気に入らぬ、感情だけでは不服か、ええ気に入りませぬ、このようなものは他の家に仕える時に役立つのであって、徳川家一筋の私めには必要ではござらん、情けなく思いまする。元忠にとって家康と自分は一心同体の主従、戦いで働くのは当然のことでした。それをわざわざ感情を出すとは水臭いではないかと腹立たしく思ったのです。そこにはまさに死を捨てた忠義がありました。家康もゆっくりうなずきました。また元忠は豊臣秀吉からも高く評価され、叙爵の沙汰がありました。独立して自分の直臣にならないかという誘いです。しかし元忠は、私は部長法なので二君にまみえるつもりはございません、しかも粗骨者ですから、官位に上って太閤殿下の前に出仕する器ではございません、と断っています。言葉は丁寧ですが、家康以外に仕える気なんかさらさらないぞ、ときっぱり断ったのでした。後に息子たちに残した遺書には、他の主家を取らぬ筋目は忘れてはならない、所領に目がくらみ別の主人に仕えることは人の道に外れることだ、官位や禄賜りたいと欲に目がくらめば命を惜しむ武士になり、義を捨て恥を顧みず武名を汚す、と記しています。伏見城の戦い、そんな家康にようやく天下を手に入れる機会が巡ってきました。関ヶ原の戦いです。1600年、上杉討伐のため家康が出陣した隙に、石田三成が挙兵し、家康の西の拠点伏見城に攻め寄せてくるのが明らかでした。西軍の大軍に攻め込まれたら伏見城は持ちこたえられない、すなわち盛政は討ち死にを意味していました。その大役を家康は信頼する元忠に命じます。6月17日、家康と元忠は伏見城で酒を酌み交わします。お互いこれが最後の宴席になることは分かっていました。辛い役目を押し付けてすまぬという家康に、元忠は、殿、それ以上言うと怒りますぞ、この度のことは天下取りの先鋒、そのお役目を賜るのは光栄の限り、ついては私目につけられた内藤と松平家忠はお返しいたす、家康のために戦力を残したいという元忠の思いを察した家康は、お主という男は、と目を潤ませます。しかしすぐに顔を引き締め、何を言うか、こたびのことは大事な戦、措置一人だけにしては家康の名がなく、元忠は家康の気遣いに感謝しながらひれ伏しました。元忠がどういう思いでこの戦いに臨んだのか、嫡男に残した遺書には、三河武士としての誇り、主君のために一命を捧げる覚悟が述べられています。私の忠節なる心をご存知で、この城を託された、主要な抑えである伏見城の御城代を拝命することは武運の妙利にかなう、一天下の武士に先立ち討ち死にする覚悟である、これは一家の面目であり武士の本懐、何十万の大軍が押し寄せようとも一方を攻め破り抜くことは簡単だが、それは三河武士の本意ではない、
この場で天下の税を引き受け、わずかな兵力で防戦し、討ち死にする覚悟であると記しています。三河武士の誇りを示すとともに、戦の準備を進める家康のために、少しでも敵をこの地に釘付けしておくというミッションに挑もうとしていました。そして7月19日、4万の西軍が伏見城を取り囲みました。元忠は1800人余りの城兵に天下の税を引き受け、城を枕に討ち死にする覚悟だ、その覚悟のある者だけ残れと決意を表明。兵たちが槍を突き上げ、勝ち時を上げました。戦いは激戦、西軍は一気に攻勢に出ましたが、城兵たちの士気は高く、必死で防戦します。時には城から打って出て、西軍を切り切り舞いさせました。しかし8月1日、ついに城が打ち破られ、敵が雪崩のごとく乱入してきました。城に火がかけられ、炎と黒煙が巻き起こる中、敵味方の死闘が繰り広げられます。辺りは血しぶきで染め上げられ、多くの城兵が命を散らしていきました。ついに元忠のいる本丸にも敵がなだれ込んできます。自害を進める者もいましたが、元忠はこの城を少しでも長く保つのが我らの務め、一人でも敵を多く撃ち、命のある限り最後の一兵まで戦い抜けと鼓舞して、自ら敵陣に乗り込み、白兵戦を展開します。押しては引き、引いては押して、味方は次々壮絶な討ち死にを遂げ、気づけば味方は十数人。元忠が石段で休憩していると、敵が近づいてきました。鳥居殿とお見受けいたす。西下孫市重継なり、と名乗って槍を突き出します。元忠は深くうなずき、私の首を取って名誉とせよ。鳥居殿の武勇感じ入った。速やかにご自害を。その首をいただき誉れといたす。誉れか。よかろう。元忠は披露宴に上がりました。本丸も今や崩れ落ちようとしています。元忠の脳裏をよぎったのは、家康と共に駆け抜けてきた戦乱の血なまぐさい日々か。それとも天下人となった家康の姿か。殿、の我は天下取りの先鋒になれたでござろうか、と心で語りかけると、腹をかっさばいて切腹しました。こうして元忠は、62年にわたる家康への献身一筋に生きた生涯を終えました。この元忠の奮戦は、西軍の出鼻をくじき、東軍の家康に力を与えました。その後の関ヶ原の戦いでは、家康が勝利し、天下人への道を歩み始めます。まさに元忠は一命をかけて家康の天下取りの先鋒となったのです。まとめ、いかがでしたでしょうか。戦国を生きた男たちの熱い思いと覚悟、主君のため、仲間のため、命のある限り精一杯生き抜いた男たちの物語は胸に激熱ですよね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。まさに戦国の激アツの男たち、その生き様、すがすがしささえ感じます。この二人の侍の話、僕が大好きな話です。鳥居元忠や家臣たちの血に染まった床板は、地天井として京都の養元院など多くの寺院の天井に使用されているんですが、この話を知って私も養元院に行ってきました。お寺の内部は撮影禁止でしたが、内部でお寺の方が地天井について分かりやすく説明してくれます。鳥居元忠のものと伝えられている地の跡もあり、旋律とともに感動を覚えました。もし京都にお寄りの機会のある方は、ぜひ行ってみてください。もしよかったらチャンネル登録お願いします。こちらの軍配の上にボタンが現れますので、もしよかったら押してみてくださいね。あと、こちらの動画ももしよかったら見てみてください。どうぞよろしく
お願いいたします。